で一番イケメンなプロ野球選手って。くもりあれん、ルーキーの時の山安、カープの森下くん。この手のスレで毎回森下の名前上がるけどさ、可愛い顔はしてると思うけどイケメンかとは思う。祖父へ怪盗光神里。若手やった時の横浜さのと宮崎は結構イケメンやった。荻野貴司。小林。とやけど育成の京本や、来年支配下になるかもしれんし活躍したら人気出るやろな。男からすると TOKIO の永瀬的なのがイケメンというか野球なら祖父へとかやん。でも女は小林みたいなのほんま好きよな。